みなさんこんにちは。真面目に音当てクイズをしますよ。細かな説明が必要でない方はすぐに問題へスキップしても構いません。もしわからなかったら繰り返し復習してみてください。少しずつ難しいクイズを増やしていきますので挑戦してください。音が分かったり楽譜が読めたりリズムが分かってくるといろいろ楽器に挑戦できます。最初は誰でも分からないものです。慣れてくると不思議に音が分かってきます。最初は戸惑うと思いますがへこたれずに一緒に頑張っていきましょう。今回はドレミファソ5つの音当てクイズになります。楽譜ではこのように書きますね。ピアノの鍵盤の黒鍵2本の方の左下がドになります。右に行くほどドレミファソラシド音が上がっていくんですね。練習を少しやってみましょう。もう一度。わかりましたか？ドドド、同じ音が3つ続きましたね。次はどうでしょう？もう一回。少し難しかったですね。ドレミファソの高い音からソ、ミ、ドでした。ドレミの音をもう一度確認しましょう。ドの音はこの音がドですね。ではレの音、続いてミの音ですね。ドレミと弾いてみます。続いてファの音、もう一回。ソの音はもう一回。ドレミファソ弾いてみます。もう一回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 。
もう一回